プラグドの、時間がやってまいりました。毎週土曜日7時から9時まで、湘南鵠沼海岸から、音楽とおしゃべりと、その他もろもろお届けしてまい、ります。今晩は、この、お店パルテアっていうお店なんですけども、鵠沼海岸の駅前にある、パソコンとかいろいろミリタリー系のグッズとかですね、 CD とか DVD とかその他もろもろいろいろ売ってる不思議なお店なんですが、この、店主で、この鵠沼海岸プラグドの、プロデューサーでもある秋田さん、今キーボードの前に座ってる人ですけど、を中心にですね、とりあえず2時間持たせようとそういう企画でございますもうね、なんか出だしからいい感じで、いや、かなりいい加減なんですけど、はい、なんかこのままに、このまま行ってもいいんじゃないかなっていうぐらいなんですけどね、2時間そうですいろいろでもなんか今日はうんちくも混ぜて、そうですね、ここにいろんな機材出てますし、まあ毎回パターンが同じなんで、まあ、飽きたんじゃないかなと思って今回はちょっとなんか、新たな、はい、オルティナ企画ということでですね、はい、まあ、簡単なですね、まあ作曲っていうんですかね、まあまあ、DTM、まあ、DTM っていうのはまあデスクトップミュージックでパソコン使うんですけれども、まあ、いずれちょっとそれもやりたいと思うんですけども、今日はまあ簡単な誰でもできる、本当に簡単に作曲というかですね、音楽が誰でも作れますよというところをですね、ちょっと皆さんにご紹介したいかなと思います。いいですね、楽しみです。今ね、ここはキーボードがあります。これフェンダーのローズなんですけど、その、上にいろいろ細々と、機材が乗っかってます。でこれをこう使って、作曲をできちゃうぞとってことですね。そうですね、うん、まあ今ちょっとまあこれリズムボックス、はい、ドラムマシーンとも言うんですけれども、うん、一番まあ安価なですね、リズムボックスでちょっといくらすんだか忘れちゃいましたけども、これ Zoom っていうメーカーの、リズムトラック RT223 というのを使ってますけど、例えばあとこちらの方にありますヤマハの、リズムボックス、まあ、何でも構わないんですけども、はい、まあ、こういったものを使うとですね、簡単に曲っていうのは作れちゃいますよということですね。それで、まあ、ちょっとどちらかというとワンパターンの曲が多いんですけども、複雑の曲も作れないことはないんですけれども、うん、結構それなりに大変。今日はもう本当にお触りだけなのでですね、うん、もう簡単な作り方をちょっと披露させていただける。それとあと、まあ前回もちょっと紹介したんですけど、ここに、まあありますピアノが、まあ、フェンダーのローズっていうピアノなんですけども、うん、まあ、こちらの方の音色もちょっと可愛らしくていいので、うん、ちょっとこちらの方もまずですね、いい楽器ですよね、うん、非常にこういったものにマッチするというかですね、まあ、フュージョン系の音に一番マッチした感じなんで、ちょっともそれも取り混ぜて、はい、お送りしたいと思います、はい、あ、楽しみ楽しみ。じゃあもうお任せしちゃいますよ。ではパルテア秋田に、パルテア秋田によるいや、ツッコミも入れてください。作曲講座作曲講座用意ドン、はい、では2時間行きましょう、行ってみましょうご紹介させていただきますと、この今弾いてるピアノがですね、フェンダーのローズっていうピアノで、非常にこの音を聞いていただくと分かると思うんですけども、ハーモニーが非常に美しい曲、音色をしております。なんか普通にキーっていうかですね、普通にコードをこうやって押さえてるだけでも、もう簡単になんか曲になってしまうようなですね、そういうイメージがあります。まあ、マイナーな感じだとこんな感じですね。でメジャーな感じだと、キータッチもすごく重たいんでですね、結構力入れて弾いてるんですけれども、本当になんか、アコースティックピアノに近いような感じのタッチでですね、非常に、いい感じです。でこんな風に例えば
なんかいろいろコード、まあ、大体今弾いてるのはセブンスっていうコードなんですけども、セブンスっていうコードを弾いてるとなんとなく、あ、いい感じだなっていう感じになってきたらば、これにちょっとやっぱり、自分で曲をつけてみたいっていう感じになると思うんですけども、まあ、そんな時にですね、やっぱりちょっと必需品なのがどうしてもこういった、リズムボックスですね。こういった、リズムボックスっていうのはどうしてもちょっと必要になると思いますんで、こういったものは、まあ、本当に簡単な操作でですね、曲を作れます。それで、ちょっと今、どこのメーカーでもですね、これは Zoom ってメーカーなんですけども、まあ、コルグとかローランドとかいっぱい出てると思うんですけれども、どのメーカーでも大体同じなんですけども、まず、基本的にパターンっていうのが入ってまして、まあ、これでしたらば例えばいろんなパターンが入ってます。例えばですね、例えばこれロックのパターン、ワンコードでもなんとなく曲になってしまうような感じ。まあ、こんなような感じですね。それであとはですね、じゃあ例えば次のパターンがですね、ちょっと違う感じで、じゃあファンクなんていうの、これ キーはなぜか全部 E ですよこれ。それとか全然違う感じだと、例えばフュージョンっていうのはこんな感じ。ちょっと乗りにくいリズムですからこれね、例えばじゃああと違う感じでですね、じゃブルース、はい、大体こういったパターンは今ちょっとベースも、これはZoomっていうやつはベースも基本的に入ってるんですけども、キーが大体もうワンパターンなんで、キーを変えたい場合は自分で全部プログラムしなくてはいけないんですけれども、あと例えばじゃあジャズですね。ジャズはこんな難しいねこれ。こんな中でね、それとかですね、あと何があるかな、8ビートいっぱい、16ビート、またロックになっちゃった。これ、ズームっていうメーカーですね。ズームってどこなんだろうな。ズームはズームだそうです。はい、エフェクターはたくさん出てますね。割と安くてマルチな、ね、かなり安いですよ ね、 これね、昔はね本当ローランドとかコルグとかですね、あとコルグなんていうのはかなり有名なやつがあって、あとはローランドですね。ローランドが TR の、ね、606とかね、 TR シリーズとか、うん、コルグだとドクターリズムとかですね、そういうのがあったと思うんですけど、これじゃあ16ビート。
これ16ビートじゃないよね。これ移民の歌だよ。これイミグラントソングだ。感じでなんかね、もう私スイッチ押してるだけなんですけど、あの簡単に曲になっちゃいそうなあの感じですよね。それでまあ大体こういったパターンをやってると大体もう、飽きてきちゃいますんで、あとはもう自分で曲を作りたいって思ったらば自分で組み込むしかないんですけども、こちらのまあ、まあ、ズームって機械の場合なんですけども。まずパターンというのがあります。パターンというのはリズムのパターンですね。例えばさっきの、ブルースとか、ジャズとかですね、そういったものは全部あのパターンになるんですけども、そういったパターンをまず作ってですね、それを、積み重ねるというかですね、繰り返さなくちゃいけないので、まあ、通常はパターンは、ループさせることができるので、例えばほっとけば何回でも繰り返して、今先ほどみたいにですね、延々と、同じパターンを繰り返すということなんですけども、それだとちょっと曲にはなかなかならないので、自分でパターンをですね、組み立てていく作業をソングっていう、工程があります。まあ、ソングは、あらかじめ作ったパターンですとか、もともと入っているパターンをですね、それをどんどんインサート、まあ、小説みたいなところにどん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 挿入していくんですよね。挿入していったりとかですね、あと例えば、まあ、ちょっと挿入間に、インサートしたりとかですね、いらないものは、デリートとかイレイズしたり、まあ、そういった作業があります。それではあのちょっとあの簡単な、まあ、のパターンをの作り方ですね。DTM、まあ、DTM っていうのはデスクトップミュージックっていうんですけども、DTM とかですね、昔ですとあの MTR って言ったんですよね。マルチトラックレコーディングっつって、テープレコーダー、今なんかだともう本当にパソコンで簡単にですね、曲なんか作れてしまうんですけども、昔はですねテープレコーダーにですね、まあ、通常テープレコーダーはステレオで、LR2 チャンネルなんですけども、それですと足らないので、例えば MTR っていうのは例えば8チャンネルとかですね、チャンネル数が8トラックぐらいあってですね、メーカーですと、ティアックですとかフォステックスとかですね、そういったメーカーがありました。それでまあ大体オープンリールのパターンが多いんですけども、まあ、途中からまあカセットになったりもしたんですけれども、オープンリールなんかですと、例えば、まあ、通常のこんくらいのテープからですね、もっと大きな38インチ、大きなテープまでいっぱいあったと思うんですけども、それでですね、1トラックずつ、録音していきます。例えば、曲を作る場合っていうのは、ギターで作る方もいらっしゃいますし、こうやってピアノで作る方もいるんで、最初は例えばコードとか弾きながら鼻歌フンフンフンとか歌いながらですね、曲を作っていくと思うんですけども、最近なんかですとね、あの本当に携帯電話等で録音できるので簡単に、そういった鼻歌なんかも録音できるんですけれども、まあ、昔はなんかそういったものもなかなかなかったので、実際は、なかなか、テープレコーダーにすぐ録音するっていうのもなかなか大変な作業だったんですけれども、まず、大体まあそういった曲のイメージができたらですね、まあ、簡単に譜面というかですね、コード進行を、まあ、大体作ると思うんですけれども、それに従ってですね、まず、低い方の音から順番に、作るのがコツですね。ですから低い方の音、一番低い音は何かっていうと、ドラムか、ドラムのベース、バスドラかですね、もしくはベースになるんですけれども、まあ、バスドラの音っていうのはどんな音かっていうとですね、こんな音ですね。こういう、これがバスドラの音ですね。
それで、まあ、ベースの音ですと、まあ、こんな音になるんですけども、まずそういったまあ低い音から、順番に、重ねていきます。ですから曲を作る場合はまず最初にベースもしくは、ドラムの、バスドラの部分から作るのが、一般的ですね。それで、順番に重ねていくっていう作業になります。それで、まあ、よくあるのがベースドラムバスドラの一番頭の部分ですね、頭にドーンって入る部分とベースのドーンという音は大体あの重なっているので、まあ、1小節目の頭の部分はですね、同時に、大体入ります。同時に入るとですね、かなりですねビートの効いた感じになるんで、かなりかっこよくなりますね。ですから、まあ、そこがちょっとポイントだと思います。それでまず、簡単にじゃあドラムのパターンをちょっと作ってみますね。このまあ Zoom っていうあのマシンは、まあ、ドラムとベースをですね、別々に録音することができるんですけども、まずドラムを選んでからですね、ドラムっていうボタンを選んでから、それで、まあまあビートいろいろなテンポとかですね、いろいろあるんですけれども、それで、まあ、こんな感じでいいなと思ったら、あ、まず先にですねパターンのですね場所をですね、決めておかなくてはダメですね。パターンっていうのがですね、あらかじめプリセットされているパターンが何パターンもあるんですけれども、まあ、それを消しちゃうとまずいので、空いてる部分があります。だいたい、まあ、一番おけつの部分とかにだいたい空いてるんですけども、まあ、こちらのパターンの場合ですね、だいたい500パターンぐらい入ってるので、一番510ぐらいのあたりが空いてるんで、まあ、その辺のですね空いてる部分を探します。でまあ、例えば、そうすると、まあまあ、こちらの方のディスプレイで見るとエンプティーという形になるんですね。それでこちらの方に、パターンを入れていきます。それでパターンを入れるときは、単純に、まあレコーディングボタンを押しながらプレイボタンを押しますとスタートするんですけれども、そのときに、あらかじめどういった音を、入れるかをちょっと決めておかなきゃいけないですね。ですからこれ、まあ、先ほど言ったバスドラですね。それで、最初にバスドラの音だけ入れてみますね。じゃあね、大体あの今4小節ぐらいですね、レコーディングになってるんですけども、4小節だから1回ドンドンドン4小節の頭にですね2回だけ入れたらですね自動的にそれ繰り返してくれるので、まあ、それ以上は入れる必要がないです。それでまあこれで大体バスドラの音がいいなと思ったらば、これに、次の音を重ねていきます。バスドラに大体次にですね、必ずリズムが必要になるのがですね、スネアっていうのがあるんですけども、大体あの膝のあたりに、置いてる丸い太鼓なんですけども、普通にこうやってコテキ隊が叩いてるみたいなやつですね。スネアってやつ、まあ、これの、リズムをですね、大体、そのドラムのですね、間に入れていきます。ちょっと一回止めますね。もう一回この最初にメトロノームでカウント取ってくれるんで、これがないとちょっと入れにくいんで。それでスネアの音はこの音です。この音ですね。ちょっと今、スネアでもこれリムショットっつってですね、スネアっていうのは、木とかスチールの胴体に対して金属の輪っかがあって、そこに革が張ってあるんですよね。それでリムショットっていうのは、その金属の輪っかの部分にスティックをですね、ちょっとちょうどぶつけるんですよね。そうすると、ちょうどカーンっていうような甲高い音が同時に出るんですけども、これがリムショットっていう音ですね。だからちょうどこれ、ちょうどリムショット聞いた音です。だから革を叩くと同時にリムの部分も叩いてる音ですね。それでちょっとじゃあこの録音してみましょうか。もう一回ね、今私間違えました。間違えた場合はですね、もう一回このレコーディングボタンを押しながらですね、イレイズっていうボタンがあるんですけど、これを押しながら今押しちゃったところを押すと消えます。もう一回やりますね。
今の感じで、ちょうどあのバスドラとバスドラをたた、バスドラっていうのは足でちょうど叩くんですけども、そのちょうど間にちょうどスネアが入るような感じですね。これで、これですと、これだけでも別に構わないんですけれども、もうちょっと分かりやすくするために、だいたいハイハットっていうですね、シンバルなんですけども、シンバルのハイハットっていう音を入れます。ハイハットっていうのはよく、だいたい右、こっちの、アーティストから見たらちょっと左側、こちら側にですね、ちょうどこんなあのお猿さんがパカ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 やってるような、シンバルですね。これをですね、ちょうど、さっきのスティックってやつでこうやってあのチャカ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 叩くんですけども、その間にさっきのスネアっていうのが入るんですよ。実はだからチャカチャカポンチャカチャカポンっていうような感じで順番に入っていくんですね。でもまあ、こちらをやる場合は、本当はあのスネアを叩いてる時には本当はハイハット入っちゃいけないんですけども、めんどくさいんでそれはもう、入れちゃいますね。スネアの、ハイハットの音は、ね、大体ですねこんな音です。ちょっと分かりにくいかもしれないですね。これちょっとクラッシュの音なんだけど、これでもいいんですけど、本当はこれですね。それでハイハットっていうのは、開いてる音と閉まってる音があって、だいたい閉めてるんですよね。閉めた音を叩くんですけども、その間に、最後にちょっと開くんですね。ちょっと分かりにくい。閉めた状態で叩いて瞬間に開くんですよね。だからまあそれはちょっとこれでちょっとなかなか表現しづらいんでちょっと今やんないですけども、じゃあこれに今ハイハットの音入れてみますね。ちょっと今いい加減だったんですけど、まあ大体こんな感じですね。こんな感じで、なんとなくなんかドラムっぽいかなっていう感じになったと思うんですけども、これが今ドラムのパターンが大体これで一つのパターンができたなと。したら今度これにあのベースの、音を重ねます。これでベースの音は、このベースっていうボタンを押すんですけども、そうするとまあ自動的に切り替わるんで、まあドレミファソラシド全部これあのそれぞれのキーパッドがですね、さっきはドラムの各、楽器だったんですけども、今度はあの切り替えますとこのキーパッドが全部ドレミファソラシドに変わります。まあ、あの今、ワンコードだけのですね簡単な曲を作ってみますので、あんまり複雑なことはちょっと今はやら時間がないのでやらないんですけども、普通に先ほど言ったように、バスドラのですねベースドラムのキックの部分と、ほぼ同時のところに、ベースが入るようにですね、入れていきます。もう一回いきます。ちょっと間違えたのでもう一回入れますもう一回こんな感じですね。なかなか、これだけでもなんとなくあの曲っぽいなって感じになると思うんですけども、実際は今 の, あのこれまあ一つ今たった1個のパターンを作ったんですけれども、この、曲の場合はこのパターンを何種類も作ります。例えば途中で、コードが変わるような場合も全部パターンを別々に作ります。それを、ソングっていうところでいわゆる、まあインサートどん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 挿入していくんですね。パターン1をまず4小節挿入した後にパターン B を4小節挿入したりして、それで最終的に、全体が、1曲の曲になるよという感じですね。ただまあ そこまでやるのはちょっとなかなか今時間がないので、今、これに、簡単にですね、じゃあキーボードを加えるとどういう感じになるかです。ちょっとやってみますね。
すみません、今ね、キーを間違えました。もう一回ね、ちょっとあのベースの部分をもう一回やります。ベースがですね、さっきあの先ほどちょっと説明するの忘れたんですけれども、まず最初にこれキーっていうのを変えることができます。だから一回ちょっと今のベースのパターンを消しますね。消し方はイレーズボタンを押しながら先ほど叩いあの触った、キーパッドの部分をずっと押さえ続けると、消えます。それで、先ほどのですね、私はちょっと、どじってしまったんですけども、キーを変えるのをちょっと忘れてしまったんですけども、キーを変えるには、まず、ファンクションというのを押さなくちゃいけないですね。ファンクションというのを押して、キーというのを押します。そうすると、まあ、ベースキーというのが出るんですけども、これちょっとこのマシンの場合ベースキーが E になってたんで今ちょっと C にしますね。ちょっとね、はい、これで、OK ですかね。これでエクゼット、それで、そうですね、はい、じゃあもう一回あのベースのパターンをもう一回やり直しますね。そうですね、これで今 C に変わりましたんで、もう一回元いでもう一回ちょっと、ちょっと私 C じゃないと弾けないもんじゃあ、じゃあキーボード入れな、草加さんも参加していただけそうなのでキーは C ですから、はい、C の、まずメジャーの感じですね。メジャーっていうのは、まあ、あのいわゆる、セブンスの音がですね、明るい感じの音になってますね。マイナーな感じいきます。マイナー C のマイナーですね。
感じですね。なかなかいい感じです。もう即興でこんな感じで曲できちゃうんですけども、もっと複雑なパターンを作りたい場合はこれをどん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 重ねていくということなんですけれども、なんか作っています？できるんでしょうか。まあ今はなんかちょっとフュージョンっぽいですね。まあワンコードのなんかこういうフュージョンって結構あるんですけど、まあサンタナなんかもこんな感じですよね。ちょっとねサンタナのなんか延々と続くみたいな感じもこんな感じだし、まああとちょっと知らないかもしれないけど ロニー・リストン・スミスとか知ってますかね。知らないですか。マニアックですね。知らないですかね。まあフュージョンっていうか、まあ、ジャズなんだけどもちょっと、意外とワンパターンなジャズみたいなですね、そういうのは結構あるんですけども、まあ、大体まあこういう感じでもうほとんどセブンスの延々とセブンスが続くというような感じで、もう単に気持ちがいいっていう感じですよね。こんな感じのが、まあ、大体メインですね。それで、まあ、あとは、まあ、もうちょっと複雑な曲をちょっと作りたいというような場合は、まあ、先ほど言ったようにこれにパターンをですね、追加していきます。今せっかくあれなんで、じゃあもう一個パターンちょっと作ってみましょうかね。じゃあ、今度じゃあ次のパターンの時にはじゃあちょっとキーをちょっと変えてみます。まあ、ドラムのパターンは、まあ、さっきと同じような感じでちょっと一回ドラムのパターンを作りますね。これでしょ、これに、もう一回ちょっとドラムのパターンを作らせていただきますけれども、違うよねこれ。なんかさっきのパターンと違うよね。さっきのパターンどうだったっけ。忘れちゃった。次が F ですね、 F ね。
ちょっとパターンが2個、あります。最初のパターンがこっちのパターン、最初のパターンと2番目で作ったパターンを、ソングっていうところに、入れていきます。ソングっていうところの、空いてるバンクのところにですね、まず、入れたいパターンをですね、これで、インサートっていうボタンを押して、小節数何小節やるか、まず16小節ぐらいやってから、パターンを、パターンは、このパターンか、これを16小節、それで次にインサートして、今度パターンをやっぱり16小節。ちょっとこれで聴いてみましょうかね。これでインサートして、これで、今コード変わったんですけど、あんまり曲としてあんまりなんかあんまり大した変化がなかったんですけども、まあこんなような感じで、ソングってやつで、そのパターンを積み重ねていくとですね、まあ、挿入していくんですけども、挿入していくと、コードが変わるとこも全部できます。それであとドラムなんかもパターンも変えてみたりとか、パターンをいくつも作ってですね、おかずですね、例えばパターンというのは、ドラムというのは、これはバスドラ、これ先ほどのスネアですね、あとこれハイハット、先ほどこれを大体主に使ったんですけども、あとよくおかずとかですね、フィルインとかっていうんですけども、よくドラムずっとワンパターンなんで、途中で曲の切れ目とかにですね、ちょっと、遊んだりするんですね。それをまあおかずとかフィルインとか言うんですけど、例えばタムタムっていうのを使います。タムタムっていうのは、ちょうど、真正面向いてこの前のあたりに大体3つぐらい、2つか3つ並んでるようなやつなんですけど、これがタムタムの音ですね。まあ、こんなような感じで最後、まあ、シンバルのクラッシュっていうですね、バシャーンっていうような音ですね。このあんまりバシャーってこれ言わないですけどね、この辺も全部シンバルですね。それから
この音はカウベルっていう音なんですけど、よく牛さんが首につけてるカウベル。これはいわゆるマラカスじゃなくて、なんだろうな、これなんですかね、うん、シャカシャカする音。こんなような感じでタカタカっていうような感じで入れると、曲っぽくなるところで、早く休憩時間ですかね。ああよかった。今日はバックに VJ っぽくですね、かっちょよく、かっちょいい映像も入ったと思うんですけども、ちょっと、実験的にやってみます。ちょっとVJ もできるんじゃないかという、今にここもディスコになるぞみたいな感じ。とりあえずこんな感じで、とりあえずは休憩をします。後半何やるかは全然分かってないですけど。